ンネル。内定チャンネルの島袋です。東京大学大野美奈香です。株元です。本日のゲスト深澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介、はい、よろしくお願いします。はい、株式会社アンビション深澤敦史と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。アンビションってどんな会社なんですか？主にそうですね、売買とか、まあ、賃貸、まあ、不動産にまつわることは全てやってるっていう会社ですね。なるほど。じゃあなぜまず受けようと思ったんですか？はい、まあ、元々不動産業界っていうのは、うん、まあ、興味がないというか、うん、不動産業界で絞ってたってわけではなくて、うん、元々教員志望 で、うん、で出身大学が日体大で体育の先生になろうかなと、うん、いうことで、まあ、最初目指してたんですけど、まあ、でもとりあえず就活みんなしてるからしてみようっていうことで、まあ、本当に軽い気持ちじゃないですけど、そういうノリでやってたところ、今の社長とご飯を食べるイベントがありまして、でそこでただ飯食べれるならっていう本当に軽い気持ちで行ったイベントで社長と出会って、でいろいろ会社のことだったりとかいろいろお話聞いて、不動産業界面白そうだなって思って、ね、アンビションを受けたっていう経緯があります。実際こうどんな印象を持ったから受けたいなと思ったんですか？とにかく志が高いというか、うん、まあ、熱い、うん、俺はこういうことをやりたいんだ、うん、まあ、そういう社長の気持ちが伝わってきたっていうのがすごいありますね、うん、どういうことしたいって言ってました？まあ、不動産のリーディングカンパニーになるっていう一つの目標がありまして、具体的にこういうことをするっていうのを高々とおっしゃってたので、うん、ぜひそこの夢に僕も力添えしたいなって思いました。なるほど。どんな感じで不動産のリーディングカンパニーになるって言ってました？まあ、不動産業って、はい、超シンプルに言うと不動産を、まあ、持っていて、それを売ったりとか貸したりとかっていう商売じゃないですか、はい、どんな特徴を持って、リーディングカンパニーになっていこうみたいな思いがあったのかなっていう、その具体的なところ。まあ、不動産業に必要な資格、うん、宅地建物取引士っていうのがあるんですけど、まあ、今世間で見られる不動産業のイメージっていうのが、まあ、街にもいっぱい不動産、コンビニの数より多いって言われてるぐらいで、ましてやその、まあ、ブラックだなとかイメージがある中、不動産業界っていうのはもっと高い地位にあるべきだっていうところで、例えばなんですけど、お医者さんってお医者の免許必要じゃないですか。まあ、それと同じで不動産業界も宅建士っていう資格がないとできないっていうことで、まあ、会社の社員は資格は絶対取得するっていうところから、じゃあうちが全取得すれば周りの不動産もそれにあやかって宅建を取得するっていう流れをまず作るっていうところで、まずそこがリーディングカンパニーになるために一つの道というかを、まあ、うちが先陣切ってやるっていうところがあります。全社員が資格を取るっていう文化を作ることで、有資格者の集合組織にすれば権威性を持って、それが結果不動産業界の中でリーディングカンパニーになれるみたいな、そういう理解だってます？そうですね、うちの会社が全社員資格取ることで、うん、もう業界の地位をグッと上に上げようっていうところですね。はい、じゃあ最後ですね、どんな学生が来てほしいかだったりとか、はい、受けようとしている学生に対してアドバイス、メッセージがあればお願いします。はい、まずは、まあ、志が高い学生、まあ、あと本気で物事に取り組める、まあ、これから自分もそうだと思うんですけど、大変なことはあると思うんですけども、まあ、それをどう乗り越えられる気持ちが本当にあるのかってところで、まあ、本気で成長したいとかっていう思いがあるならば、ぜひ一緒に働きたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ本日はここら辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。